あたきの松とは、日本舞踊の演目及び長唄の曲目の一つ。本来の名題は、熊取あたけ松。九代目、市村うざいもんの武蔵坊、弁慶。手にする扇には、関森も心揺るぎや栗かへすとある。勝川春章が、兄身のもとよりともと不安になって、欧州へと陥る源の義経一行が、土地の子供から、あたきの関の様子を聞くというこう赤舞の、 トガシなどから題材を得た曲で、明和六年十一月、江戸市村座の顔見せ、雪売顔見せの一番目四リッター目に、九代目、市村宇佐衛門の弁慶で上演された。作曲はこの時の縦歌、藤田義春と縦三味線、藤間勘三衛門。その概略は、吉常の友をする弁慶が、畑の席の手前にある松の木で落ち葉を書く二人の、里の子に出会い、扇を与えて、 道を尋ねる。しかし、弁慶とは、仮の姿、実は吉常を守護する、倉間山の天狗壮上棒で、子供たちが去った後正体を表して飛び去るというもの。初演の時はこの後さらに、同じく旅の途中の生午前を、弁慶実は、壮上棒が助ける場面があったらしい。本調し、旅の衣は、鈴鹿のの次第で始まり、戸の外のお化粧瑠寄せ合い方。 花の畑に月に蹴りまでの道行きは、江戸説、加藤節を使い、里のこのでは、わらべ歌笛で上調子が活躍する。にあがり、裏の名の田舎節となるが忍笛が絡み美しい旋律である。タイやより一転して、どう歌風な内容となり、奥義に馴染む風の小屋より、天狗の正体を表し飛び去りとなり見えで終わる。昔よりこの曲と、日がつる三番奏。 犬神の三曲は長唄の基礎曲と言われている。ありがとうございます。